本日はリケさんに来ていただきました。わー、素晴らしい。今日お疲れ様でした。もう2時間びっちりテクノで、びっちりでした。もう駆け抜けた感じで気持ちよかったです。ありがとうございました。今日はあの初めてのプカトロニック TV ご参加でしたが、いかがでしたか？なんかまあまあ結構やりやすかった。この環境でなんかちょっとどうなる、スピーカーがちょっと距離あるからどうなるかなと思ってたけど全然大丈夫でした。ああ、よかったです、ね、最初ねちょっとモニターつけようかなんてね、話してましたけど、結果大丈夫だった。大丈夫だった。あ、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。いやもう今日あのリアルタイムで、350人、おお、はい、行ってました。素晴らしい。はい、ね、これからコロナ明けたらね、またどんどんりーちゃんの DJ とかみんな見に行きたいと思うんですけれども、近々、DJ やらパーティーやらの告知とかございましたら教えてください。近々はまあ来週、今週末、6月12日ボノボで、まあ最近ちょっと活躍している DJ ストムくんの、ストムくん、バースデーパーティーをやりに。おお、騒ぎのストム、ちょっと騒ぎの騒ぎフェスティバルの、はい、ストムくんです。はい、さっきちょっと私のマネージャーやってもらってます。東京で。なるほど。なんでちょっとバースデー駆けつけようかな。はい、であと6月19日が宮崎で剛くんとのパーティーなんで、おお、ちょっと面白そうかなと思ってですね。でそこの箱がちょっとまあ狭い、ちょっと小さい目のところなんで、で上と下とあって、はあ、で下の階もあるんで、はあはあ、で2フロア展開して、あ、楽しそう。でまあ私たちのフロアはまあ剛くんと私と2人だけでやろうみたいな感じで、で後半ちょっと剛くんとバックトゥバックもありの、なんか面白そうなちょっとトランスのパーティーですけど。おお、なるほど。で6月26日が名古屋マゴっていう、いい、ね、まあちょっと名古屋でだいぶ音がいい箱があって、そこで、ちょっとロングセットですね私。お、素晴らしい。あとはまあまあちょこちょこ7月の3日弁当、お、7月の10日あと野外なんですけど大場キャンプ場でちょっとトランス寄りのパーティーです。とかとか、まあいろいろあるんで、8月の7日イリンクス、はい、山梨の、はい、ビレッジ白州っていうところで、はい、います、野外で。これは2晩あるんで結構なんか、お、がっつりですね。がっつりだけど、まあ会場がそんなに大きくないんで、ちょっと人数も限定して、ちょうどいい感じで、なんかやると思います。あ、いいですね。はい、なんか感じですね、今のところ、はい。じゃあリーちゃんの情報は Facebook か Twitter ですかね。まあ Facebook、 まあどっちもですね。どっちも、今のところちょこちょこ上げてます。はい、皆さんチェックして、ぜひ遊びに行きましょう。はい、じゃあ今日はありがとうございました。リーケーでした。イエーイ。